皆さんこんばんは、上水ゆきでございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日はゆとりを作る、ゆとりをたしなむというお話をしたいと思っています。まあね、かれこれ、このラジオでも何回かやってますけども、人生を通じてね、心の豊かさを探求するという、テーマをね、掲げることによって、サイコパスなね、無慈悲な、自分を何とか人間らしく、しているような部分もあるわけでございます。で、そのじゃあ豊かさって、心の豊かさって何だろうなみたいなことをずっと考えてて、まあその時々にこう、今はこれが有力だなみたいなのがあるわけですよね。で、まあ、最近の、僕のそのね、心の豊かさを、表す一つのキーワードとして、まあ、ゆとりっていうね、言葉がね、僕の中でちょっと今流行ってますね。マイブームでございます。で、ゆとりっていうのはね、まあ、辞書的にいくとね、物事に余裕があって窮屈でないこと、余裕というふうに、あるわけでございます。やっぱね、豊かであるためにはね、窮屈ではあってはならないなと、思うわけでございます。で、物事にやっぱ余裕があるっていうのはすごい、まあ、豊かさを生み出すための、まあ、なんだろうな、土台となるものかなと思いますので、ゆとりがない人に豊かさって、感じられるのかなってことが最近ちょっと思っているところですね。で、まあ、周りをね、見てみると、やっぱゆとりがないなって人とか、まあ自分もそうですけど、ゆとりがないなって人がね、結構いて、自分もそうですよ、本当に。で、なんかその、ゆとりがないと、心の豊かさを、その、なんか、こう、味わう時間じゃないな、もうどちらかというと精神状態ですよね。そういった、気持ちになりにくいということがあって、もっとね、窮屈でない感じになっていかないといけないんじゃないかなというふうに思っているところでございます。で、かといってね、じゃあその窮屈でない余裕がありますっていうのを、単純にこう、なんだろうな、余裕を、そのゆとりを貪るようにやっちゃうと、ただ堕落したというか、感じになっちゃうので、まあゆとりを貪るではいけないなと思うわけでございますね。そうなった時に、やっぱね、たしなむ程度というね、言いますね、お酒はたしなむ程度ですみたいなこと言いますけども、たしなむっていう感覚が重要かなと思いますね。いわゆる好んで親しむ、そして、まあ、自分の行いに気をつける、慎むみたいな要素も、意味としてはあります。たしなむね、なんかそういったちょっとちょうど良い感じでゆとりを、まあ、好むというか親しむというところはですね、なんかいいバランス塩梅かなというふうに思ったりするところでございます。そう考えると、2段階あって、まあ、ゆとりをまず作らないと、そもそもゆとりを、たしなむとか言ってる場合じゃないというところで、ゆとりを作るっていう段階、フェーズがあって、その次にそのゆとりをたしなむというフェーズがあると。大体この2段階で考えると、なんでしょうね、いいんじゃないかなという思っているわけでございます。で、そう考えた時にですね、僕はあんまりこうゆとりをたしなむという方向にだけ、全エネルギーをね、注いできたわけですけども、なんか誰かのこう、まあ、役に立つというか、なんだろうな、まあ、仕事的に何かやるんだったら、もしかすると誰かのゆとりを作る、ために何かやるっていう仕事もありかなってちょっと最近は思ってるんですよね。なんかたしなむ方向にばっかり言ってたけど、余裕がない、ゆとりがない人にたしなもうぜって言ってもちょっと無理があるのかなと思ってるところがあって、まあ、ゆとりが、作れてる人に対して、ゆとりをたしなもうぜっていうなんかアプローチっていうのは、その2段階目としてあっていいなと思ってるんですが、まあ、その前にまずゆとり作らないと、ゆとりなんてたしなめないよねってことをすごく、思っているんですね。なので、まあ、ゆとりをたしなむ方法とか、ゆとりをたしなむ何かお手伝いというか、なんかこうね、伴走するみたいなことっていうのは、この数年間ね、やってきたことだし、自分自身もそういう納得してるんですけども、まあ、ゆとりを作るっていうことも一つ実は取り組まないといけないことなのかなというふうに思っているんですね。はい。で、まあ何でしょう、まあ、物理的にまずゆとりを作らないといけないですよね。それはなんか100円でも、よりなんかこう使える余裕があるっていうのは、まあ、ゆとりだと思いますね。1万円でも、わかんない、10万円でもであればあるほどね、それは物理的に金銭的にゆとりがあると。で、じゃあ家の空間もね、まあ別に広ければいいってもんじゃないけども、自分が狭いと感じないっていう意味で、窮屈でないと感じるレベルの広さ
とか、物のね、量とかっていうのはどういう状態なのかってこととかね、いう生活面でもあれば、仕事もね、やらなくていいよなというか、なんか分かんないから手作業でやってるとか、なんか分かんないから非効率になんかソフトをまたいでやってるみたいなことも、もしかしたら自動化できたりとかするかもしれない、業務をね、効率化できるかもしれないってことで、その窮屈に感じてた、業務の山をね、一気に片付けて、ゆとりを作るってこともできるかもしれないって感じで、仕事だろうが生活だろうがいろんなところでですね、まずゆとりを作る、ところから始めていかないといけないんじゃないかなってことをすごく、最近は思っているところですね。なので、というのもだから自分自身が、ゆとりをたしなむためのサービスとか、ゆとりをたしなむための、ことを、仕事としてやってきているわけですけども、じゃあ自分にゆとりがあるかっていうと、ゆとりを作れていないっていうことに気づいたときに、なんか間違っているような気がしてきていて、やっぱりゆとりを作るっていう、なんかそういった、まあ、サービスというか、そういったところもね、まあ、まず自分自身が自分の、ゆとりを作っていくところからですけども、ゆとりを作るような、お手伝いをするっていうのはすごくなんか、まあ、人の役に立てるんじゃないかなと最近思っているところでございます。はい。で、別にそれはなんか僕今僕の話みたいになりましたけども、一人一人がね、自分で自分のゆとりを作っていくということ、そしてそのゆとりを、むさぼるのではなくてね、たしなむということ、この2段階はですね、なんだろうな、割と誰にでも当てはまるというか、ゆとりがあって損する人っているのかなってちょっと思うので、窮屈な方がいいっていう状態がちょっとよくわからない、僕にちょっとわからないので、ぜひね、わかんない、その窮屈な方がハッピーだよねっていうちょっとなんか論理が、ある方はですね、ぜひちょっとなんかそれこそツイッターとかでねつぶやいていただけると、僕も参考させていただきたいなと思ってるんですが、まあゆとりってあっていいんじゃないかなと思っているところでございます。はい。なのでね、ゆとりね、ゆとりを作ると、ゆとりをたしなむと、この2段階を、分けてね考えてみてくださいと。いきなりゆとりを楽しもうとしても、ないゆとりを無理やりたしなんでもね、あんましね、そのゆとりをたしなめないと思うんですよね。なので、まずゆとりを作るということ、そしてそのゆとりを、たしなむということ、この2段階を、ぜひぜひ、意識して、構築してみてはいかがでしょうか。本日は以上でございます。あ、というかですね、だからそのゆとりを作る、本日は以上でございますと言ったのに続けて話してますけども、まあ、ゆとりを作る、ゆとりたしなむっていうのはね、僕結構これをテーマにちょっと仕事をしていきたいなと、思っているんで、これは多分今後、しばらく飽きるまではこのテーマを掲げてね、なんかこう仕事にも、向かっていきたいなと思っているところでございます。本日は以上でございます。またお会いしましょう。さようなら。